口に顔は出さなくなったけどね、竹中平蔵っていう人の存在は大きいんだよね。それは同じ、それが民主党時代を経てなおかつね、どうしてそんな力があるのかわかんないけども、それは単純に言えばさ、日経連と経団連が一緒になって、経団連が日経連になったんだよね、奥田っていう人の時に。その時から経団連は煙たい存在になっちゃって、で今度今の東レのね人がなった時に、全く日経連的な経団連ができたんだな。でそれは賃金をそういう形でね下げていくっていうことなんだけど、結局ね、そのことがですよ、日本人の今度過去の労働をね、の貯金をさ、円を下げることによって切り売りしていくとかね、みんなそのね、所得、日本人の所得、かつて稼いだ、なけなしの預金、それを減らす方にね、いってるわけ。だから、この3月にね、起きたのは、初めてね、年金生活者が、年金不足に一時的になったんですよ。それは何でかって言って、3月だからなったんだけどね。その時に、NHK が、団塊の世代にね、年金破綻っていうのは、すでに及んでるんじゃないかっていうのをやって、それはまあ病人だとかね、片割れが離婚にしても何にしてもね、別れると年金が減るからどっちにしても大変なんだとか、あれどうしてもね就職してない子供がいるんだとか、それがまあ今民放でもやってますよ。そこからね、実は安倍政権の経済政策に対する見方っていうのは3月動きして変わったんですよ。で僕は3月4月っていうのはね、やっぱり支払い月とかそういうことが重なった結果ね、年金危機が一時的に現れたと思う。でね、次はね、6月なんだよね、6月の支払いがどうなるかなって。これもね、そうすると、ね、思うでしょ、不思議なことで。そんなさ、もうじゃあどうしてね、経済企画庁の出すね、内閣府の出す月例経済報告にはそういうこと載ってないんだ。それはね、季節調整というやり方があるんですよ。だから今のところはね、季節調整して年を鳴らしてみればね、国家としてみればね、ちゃんと金を払ってるよと。ところがさ、個人の方はさ、そうじゃないんだよな。それはあんた方ね、同窓会ばっかりやるからでしょうとかさ、同窓会ね、お葬式、そういう出費が今一番きつくなってる。そうそう。ね。しかしだよ、ほんの4年か5年前っていうのはさ、ダブル、子供はね、子供は消費の王様だと、シックスポケットだと、親がね、2人いてね、じいさんばあさんが2人ずついるとね、1人の子供に6人も親がいるっていうからね、一番消費は狙いやすいと。だけど、この5、6年のさ、日本の消費ってどうしてこんなにひどいことになったんだろうと思いませんか。ね、まあ、はっきり言ったら日本人の所得だよね。日本人の所得がひどくなった。過去の所得の年金、貯金のね、目減り等もあってね。これはだけど、僕は消費税の議論でね、やっぱりね、もしやしてそんな外国とのことなんかと関係なくさ、外国のことなんか救えるはずないんだから、やっぱりこの後半にね、所得強行的なものが起きるんじゃないかっていう心配は僕はしてるんですよ。それについてはね、下げるっていうのはまあある、仕方ないかとかなと思うんだけどね、消費税の計画を。だけどさ、2年半とかって言ったらさ、もう今度は消費税がなくなっちゃうよね。その間にいろんな大事で一種の癖だからさ、税金っていうのも。慣れてなかったらさ、こんなの利上げの 10% もね取られたらさ、やっていけないんだから、急に言われたら。慣れてくるから調整できているわけでしょ、特にあの税金は。だからその子に慣れがなくなっちゃったらさ、回復しないよ。だって法人税と所得税って取るのが当たり前なんだ。それではちょっとまた引き継ぎまして、この上の消費増税、投げている国内問題でですね、やってる間に、世界はもうガラガラガラとですね、大きく変わりつつあります。特にお金問題は
は、まあ、今回あれは県議選とかね、県議選でもね、うん、今の、反対派の方が圧倒的に勝ちをしましたし、それからトランプの中流経費を全額負担制度ということを言ってますし、そのあたりの問題をと絡めてですね、ソ連、ロシアに対するですね、強硬姿勢で、安倍さんはまた、60年前の、日ソ平和条約をですね、段階での、北方領土の問題を何とかしたいということでね、一生懸命に試算してですね、個人的なつながりも深めてやってますが、一方でですね、ヨーロッパでも、どっと体制が、変わってたんですよね。そのあたりをちょっと含めて、このウクライナ問題の世界的な影響が広がるという感じでちょっと話2012年末にね、自民党が復活したっていうその大きな理由というのは当然のことながら、中国の脅威っていうのがね、まず経済的脅威というのがあの頃は特に強く出てて、まあ、日本の地震喪失につながってね、まあ、そこのところで中国に強く入れる政権みたいな形で話が始まったわけですが、まあ、あれから3年経って何が起きてるのかっていうと、やっぱりこれもね、変わってますよね。それは一つはね、尖閣っていうものがああいう形になってて、まあ、尖閣を国有化したのは野田政権ですから、まあ、そこのところでね、そんなことしかできないのかっていうことを言ったんだけど、じゃあその後ね、中国とはどういう関係になったかっていうと、中国は、まあ、アメリカは尖閣をですね、施政検査にあるという形で、あそこに中国が攻めてきたら、攻撃するぞと、沖縄から出してやるっていうことを、まあ、言っていたわけですよね。でそれのもっと現実版がね、南シナ海で起きたと。ところが南シナ海では激しくやり合ってるけどね、結局はアメリカは戦争はしないんじゃないかっていうことはですね、この春ぐらいからね、現実的な問題として出てきてるんだよね、そこは。まあ、その、まあ、でトランプ的なそういう孤立主義という中からもそういうのが見て取れるしね、そういう、ひょっとするといって、この沖縄の基地っていうのは何なんだろうかというね、疑問がどっかから出てるんだね、日本の外務省か、そういうことは知ってる人がね。でそういう人はですね、産経新聞やフジテレビの番組からはだんだん出なくなってるよね。その話ってものすごく複雑だし、でやっぱり正しいことってなんだかよく分かんないしね。でもなんとなくね、基地の形、それから戦争の形っていうのは変わってきてる。で戦争の形がね、どう変わってるのかっていうのは、それはオバマのある種の撤退戦略のもう一つのあれとしてね、とにかくアメリカに直接撃ってくる ICBM みたいなものはね、これをまず落とすんだと。そのための、インターネットレーダー、そういったふうな弾が飛んでくるものをね、どうやって防ぐのかっていうことに、アメリカはもうお金も何も必死なわけですよ。それは中国が200何十発かのね、原子爆弾を持って、で南シナ海からね、アメリカの200いくつの都市にですね、全部撃つという計画があるんじゃないかって、まああるかもしれないけど、そういう原子力空母作戦っていうのがあるんだということを想定しつつ、それだけは防ごうっていうね。それで、今ですね、ポーランドっていうね、元共産圏だったんだけど、今そうじゃない EU に入ってるところの、そのサウスモに対して、連日ですね、プーチンはですね、スクランブルをかけておるわけですよ。攻めるもんなら攻めてみろって言ってね、で、火遊びをしてるわけですよ。
で、どうもね、そこのね、ポーランドっていうのはね、常にですね、強い方から時代を取る、基地を貸すんだよね。共産圏にいた時も、西側諸国の企業に土地を貸したりすることを持って防衛するというね、まあ、なかなかしたたかな民族なんだけど、そこにサーズ基地についてはね、アメリカがお金を払ってる部分があるっていうね、単なる NATO の防衛の仕方と違う議論っていうのが出てきてるらしくて、まあそういうしたたかなね、東ヨーロッパの戦略にアメリカが苦労してるっていう。そうすると、まあすでに日本にもね、 SARS の基地はあるんですよね。イージス艦っていうのはその重要な役割なんだけど、去年の9月3日に、パク・グネ大統領が天安門に立ったのは、SARS基地をね、国境に張られちゃうと、中国から韓国が狙われる。そのね、インターネット、そのレーダー網は、レーダー網だってなんだって戦争なんかしたくないんだということで、あの人はああいう行動を取ったわけですよね。まあそれは日本の一部マスコミが今もなんか言ってるけども、それは分かりやすい。まあそうなってくるとね、日本の基地っていうのもね、サーズ化していくわけですよね。それは何を、一義的に何を守るかっていうと、アメリカ本土を守るんですよ。そしてそれがまたね、運の悪いことにね、その集団的自衛権というものを、まあ、まだ吸ったもんだ続いてるわけですが、法律ができた頃からね、本当にね、その島、尖閣みたいな島ですよね。島っていうのは、もう南シナ海の島もね、まあアメリカが結んでるいろんな条約の中で、島を守るっていうのは、ね、どういう意味を持つのかっていうことは、アメリカはアメリカでね、そんなのはお互い本土を攻められた時はね、守り合うという同盟はあっても、その経済水域の中の島とかさ、そういうものは守るためにね、だって大戦争が始まっちゃうわけだから、それ一義的にね、それ交渉の結果とかね、戦局によってはってことはあるだろうけども、自動的に攻めるっていう考え方をね、本当に持ってるのかということが、今フィリピンとアメリカとの間でも全部それ問題になりますよね。でそういうことが、話がなんとなく出てくる前に、まあ、それで急いだのかもしれないけども、日本の集団的自衛権っていうのも法律としては通ったわけですよ。その後になってね、まあ、必ずグズグズ言う人がどっちの国にもいるわけだけど、疑問が呈されてる。そうなってくると、やっぱり沖縄のね、沖縄っていうのは日本を守ってくれるからね、いろんなことを努力してきたけども、アメリカはアメリカでね、アメリカを守るための基地を作りたいんじゃないかと。そうなってくるとね、それはまあ金払いっていうこともあるかもしれないけども、やっぱりね、関係、日米関係そのものにね、日米安保条約そのものにものすごく大きな変動があることが、アメリカ側の考え方として起きてるのに、日本はそれを知らずにね、海兵隊といったですね、一番直接そのね、沿岸とか島とかっていう守るものにね、ものすごい期待をかけて、アメリカはもうね、グアムでいいよって言ってるのに、日本がやっぱりいてくれって言うからいるんだとかなんだとかっていう話が進んでる中での、まあはっきり言ったら少女暴行殺人事件が起きたっていうこととね、これは非常に大きいですよね。まあそれはそこにね、人権問題、もちろんその被害者の人権問題というのがあるからし、なかなかそれは議論しにくいこともあるだろうけども、それを政府がですね、打開するということはほぼ無理じゃないかっていうことがね、見えてる状況ってありそうでないよね、これ。そしてそのね、南沙にしても尖閣にしても結局サウンドによって、まあ、ICBM のね、そういうものじゃなくて、原潜ですよ。原潜の、もう、通過を察知するたびにね、どうしてか、南沙場の場所にはね、やはり必要だしね。
それからセカルマバルって例のね源泉だって、それから中国側の源泉なんでさ、公開に出るまでの間にどうしても取らなきゃいけないね、その水道であるという理由でしょ。あの戦争のこのあり方がね全く変わってるのでね、もうこの前の日本記者クラブのね学術会議のメンバーがね、防衛庁の軍事技術に関してのね研究があるのは一切反対する、大学としては反対するわけだ。じゃあね一応軍事技術ね、レーダー技術だってさ、それからドローンだってね、それはもうダイナマイトだってね、あれはね軍事技術なのかね、一応建設のためのね破壊のものなのか、そんなねバカな論議をね今までやってたけど、だから民主党の場合だってね全く同じでしょ、うん、戦争反対戦争反対ばっかしね、うん、言ってんのよ。戦争とは何かっていうけど、全然考えをせずにね言ってるわけでしょ。だからもうまあ自民党の方だってねトンチンカンだけどね、民主党の方だってよほどトンチンカンだからさ、これで、ね、選挙がねどっちになったってね、まあいい方向にね行くされるのはないよな、そういう感じがするんだけどね。あそうですよ、大体それはね安倍政権になってから成功したことはね一つなんだよね。それは機密保護法ですよ、成立してね機能してる。でそれ機能はねどういうことに機能してるかっていうと、各省の役人のところにですね警察の目が光ってるっていうだけのことですよ。でなんか報告書がいっぱい出てさ、もうこれ報告しなくていいですかとかなんだとかさ、ただそれをやっただけ。もう一つはふるさと納税、ふるさと納税はその前からあるんだけど、まあとにかく菅官房長官がですね、総務大臣の時にアイデアを出したっていうことでね、まあ、今全く東京で金を税金払うんじゃなくて地方で税金払えるのかっていうねことでまた弊害が出てきたりしてですね、そうすると結局今まで現実にやった施策ってね、どうせホルムズ海峡なんか行きゃしないんだから、何をやったかっていうと円安にした、でも輸出は伸びなかった。だからもう一つは世界中に石油が安くなってる、その時にそれをね10年でもいいからね使いたいと、日本なんか一番資源がなくて悩んできたんだから円高にするだけでねエネルギー価格は下がるわけですよ、ね、所得構造も変わっていく、消費も伸びるんだけど、それは円安にすることによってねやめた。でもその結果っていうかね、まあ、結果なのかもしれないけども日本の円は高くなっとるんですよ、ね、要するにアベノミクスの基礎条件っていうのは自然現象として打ち破られてるんだね。だけどまだもう一遍やろうっていうね、そう非常にね複雑っていうかね負け惜しみみたいなねことになってる。そうだね、であといやほとんどの問題がそうですよ。だってそこで原発もね何もしないわけでしょ、ね、だって凍土壁だけなんだ、凍土壁だってあれはシベリアみたいなもの作れるかそんなのは、凍土壁だってあれはもう半分失敗してるか、そう流れ出てんだからね。こんなあんたシベリアの気候だったらできるのにね、日本の気候でそんなさあれで電気を発生するね電力原発の水をだねどっかの電気使ってさシベリア作ろう、永久凍土みたいなのを作ろうってことでしょ。結局水はねどんだけ壁作ってもねどっかからねやはり染み出していきますよ。子供でも分かる、子供で泥遊びをしたことのある人間なら、ね、誰でも分かる。いや水を防ぐって言うけども、それはまあ川なんかの場合だったらね一応堤防を崩れたりしても結局なんか海に流れてくるからね。まあ伏流水っていうね単純なねことも、まあ、見ては分かんないけどね、学者はみんな知ってるわけだから。それでいいんじゃないの、ね、昨日のさ水の看板だった新聞でもね書いてましたけど、ドイツはやはり再生エネルギーのねこの技術が5年間で
きっぱり原発をね、ストップして、もうその前になってるね。日本の再生ね、エネルギーのこと言ってまだその 10% いってないでしょ。